まあでもそれはね、確かに今聞いたのは、技術的には今でも可能っていうことだから、うん、ISS は地球からすると近いわけですもんね、そうですね遠い火星に行くっていうことは、やっぱりまあ、ね、大変なのかなと思うんですけれども、えー、実際にその実現に向けた動きみたいなのって、あるんですかそうですね、あのー、取材でもあの同僚記者が取材しているんですけども、<う>アメリカね、あのー、ユタ州に、あのー、火星協会っていう NPO が運営している基地があるんですね。うん 火星教会、ええ、この砂漠のとこにある基地なんですけども <laughs>、はあ、そこで密閉された空間で、まあ、何人かが過ごすみたいなことをやっててですね<ー>、あのー、そこでえと火星協会っていうところを運営してるのがそのユタ州の施設とその北極圏のデボン島っていうのがあるんですが、うん、カナダにその基地が2つあるんですけどもそこであのーうん えっとそこでえ食事とか水とかも限られた中で暮らすっていうそういう実験が行われたんですね。あのちょっといろいろわかんないんですけど、<laughs> 火星協会ってですね NPO があるんですか、はい？そうなんです。その Mars Society って言うんですけども、はあ、そういう。 その火星に行くために、うん、あのいろんなことを活動している団体なんですたこれ人たちはじゃあまはあ、火星に行くためにみんなで頑張ろうぜみたいなことで活動してるとそうなんですでその人たちがユタ州なりそのカナダですか、うんはい、に、えー、と火,火星のき模擬火星基地を作ってるそう,、ね、そうなんですあるんですあの火星で暮らすとしたらこんなふうになるだろうねみたいなのをそこに置いてるわけですかそうです先ほど申し上げた通りあの最低限のこのこ 密閉された空間基地を作ってそこの中で生活して、うん、で外に出るときは宇宙服を着て<ー>、まあ、あの当然地球なので空気とかはあるんですけどもない想定でその宇宙飛行士の格好というか宇宙服を着て、うん、外を出て、えー、散策するというか土を取ったりとかそういう活動をしてるん、ね、なんかその周りの環境も火星っぽくしてるんですかねそうですあの砂漠とか、ね、北極 県のところももう寒いしああそうか何もないところなので <laughs> ああマイナス60度って言ってましたもんねそうですねやっぱ寒いところがいいですねじゃあねそうですねああで周りに何もない火星ってそういうじゃあ植物とか水とかないんですかあの水は昔はあったと見られています、うん、ああそうなんですねなので今もその地中っていうか地下には永久凍土の形で まあ大量の氷みたいなのが存在するんじゃないかと見られていますうん氷はあるけど、でも地表に水はない、まあ、マイナス60ですもんね、そうですね、はあ、なくなっちゃったんですね、そうすると、そういうのに近い環境ってことになると、確かに北極圏とか、あとユタ州の砂漠とかっていうのは、なるほどなと思うんですが、そんなにたくさんなんか人が行くところなんですかそそうなんですそれですれあのー えっとそこで、うんまあ、火星に近い環境で生活するっていうプロジェクトが昔ちょっと前にあってですね<ー>そこに、あのー、世界中からまあそこで、えー、参加者が応募して先行、うんあのー、するっていうのが行われたんですねそういうプロジェクトが先行するそれでまあぜ世界からいろんな応募があってはい、はい、でその中で、あのー、最終的に180日間その基地で 過ごした人がいるんですけども選ばれたんで選ばれた人たちがいるその,、ねうん、その8人のうちの1人に日本人の人がいるいますね日本人ってのはどこ行ってもね <laughs> はいはいで、まあ、唯一の人なんですけども、えー、どなたですか村上祐介さんって方なんですが<う>えっとこの方にも取材しまして、うん、この方はあの南極越冬隊とかで、うん、南極で重厚 可決感過ごししたたりしてたんですけども<ー>まあだからそういうなんていうか閉鎖環境の中で暮らすスペシャリストというかですねそうなりますね <laughs> そういうか、まあ、すごい方の経験をされてる方なんですけども、うん、まあその人があのそのチームの副隊長としてらすごい2016年と2017年にそのユタ州とそのデボン島の,あの閉鎖環境でその。 他の人たちと一緒に共同生活を送ったとっいうことなんですね、うん、これ、あれですか、やっぱり先行するっていうことは、なんかテストとか受けて、優秀な人じゃないと、この8人の中には選ばれないってことですかそうです、そうです、もちろんそうです。えー、例えば、閉鎖環境だと、まあ、なんていうか、そのうん、仲良くできなかったりとか、コミュニケーション取れなかったりすると、どうしようもないとかですね。うんうん そのまあ、ちょっとしたことで喧嘩になったりするらしいんですよね。あそうなんですねやっぱり自分のスペースというかそのプライベート空間,空間がないというかですねそうするとだんだんこうイライラしてきちゃっう、ね、そまあもっと言うとその食事とか水とかが限られてるんで、うん、そうすると、まあ、自分はお腹空いてるけども限られてるから割り当てがあったりして。うん で自分も、もうちょっと欲しいなと思ったりとか、うん、まあそういう、まあ、細かいところの積み重ねがこうチームがうまくいかなくなる原因になると村上さんはおっしゃってましたね。あということはその過酷な環境そのものというよりは、えー、それによって起きるストレスみたいなことの方が重要だったりするそうみたいですね。やっぱりり長長ければ長いほどかなりこの まあやることがないという感じですね <laughs> ま。すねまあテレビもないし、うん、まあ新聞もないし、ないですね。ええまあ本は持っていけるかもしれないですけど、たくさんは無理でしょうね。それこそインターネットで動画を見るなんていうのは難しいですし、できないですよね。ええワイファイないですもんね。ワイファイないファイブジーもないわ。そうなんですよ。<ー>なのでまあ。 今までの生活がこう、もう、がらっと変わるわけですよね。えっと、ちょっとすみません、話がね、元に戻るんですけど、はい移住、火星に移住するのって理由は何なんでしたっけまあ理由はいろいろあるんですけど、<laughs> はい、えなんでねやる、やることがないっていうのを聞くと、はい、あやることないんだっけって思っちゃったんですけど。ただまあ、あのー、やることがない そういうこともあるんですけど研究とかですねそういうことのためにはあの例えば生命がいるかどうかとかですねわかんんないですもんね、えー、そういうことを調べたいとかですねうん、うん、まあ火星がそもそもどういうところなのか、まあ、そのフロンティア精神みたいなのもありますし火星に行きたい、まあ、イーロン・マスクとかはそう言ってますよねその惑星間で移動する人類みたいなのを、うん、作る。 作るっていうかそういうことを言ってる人もいるし地球が、まあ、地球温暖化だったり、うん、まあ戦争もあ,るありますし地球がこ,うこ,れこのまま行くと暮らしていけないじゃないかと、まあ、人口爆発もありますしそういう考え、まあ、地,球に地球から出て火星に移住しようとかそういう,こう<ー>壮大なことを言ってる人たちもいると。<laughs> いやそよくわかるんですけどそれはだって長 的な話であって、ええ、今の話だとまず最初はとりあえず火星に行って、はい、そういうベースを作って実際にそこで暮らして、まあ、何事もなく1年後に帰ってくるっていう帰路に就くですかね,すねっていうことが大事でなんかその火星協会におけるですね、うん、訓練みたいなのも。ええ とりあえずそこでなんとか我慢してやりくりするっていうところに重点が置かれているような感じでしたけれどもそ、ええ、そんんななこことなんでですすかねそうですねう、あのー、の村上さんがおっしゃってたのは宇宙飛行士になりたいとかその火星に行きたいっていうような人は、まあ、どっちかというと活動的というかですね外に出たいっていう方々なので、はい、そういう人たちがですね 1>, まあ1年間、の土の調査とかはするでしょうけど、うん、まあ基本的にはそんなにやることがないっていうか、うんまあ、そううでしょうねまあ私、生まれる前ですけどアポロの映像とか見てもですね、うん、あの降り立ったこの人類の偉大な一歩、うん、足跡つけたぞってう、ね、あそこがまあハイライトになっちゃう、ね、まあそうですよねあついに火星に立ったと。 うん、で、まあその後の1年間っていうのは、まあ、あんまり報道されないというかです <laughs>、まあ、そうなりますよね、そね <laughs> 注目を浴びないというかです、ね、地面の調査とか、地味っちゃ地味な、うんまあ、そうですよねあの、サンプルリターンとかでも、帰ってきたときとかはすごく盛り上がるんですけど、その間の何年間かって、別に,に <laughs> あんまりみんな注目してないというかですね、そうでしたね、リュウグ宮とかにしたってね、えー、ねあなるほど、えそれ、つらいですねそう。だからそういうい、まあ 村上さんが言うのはそういう,こう行動的な人たちがその1年間の間をですね特に目立つこともなく、うん、仲良く、うん、その過ごしていけるっていうことが衝突しないで過ごしていけるっていうのが難しいんじゃないかと、うんうん、だから火星のいろんな難しさっていうのは酸,あの酸素がないとか、うん、あの寒いとか、うん、そういう難しさはいっぱいあるんだけども。 実はその人間関係だったり<ー>そういうとこがこのチームが壊れる原因になるんじゃないかと<ー>むしろこうトラブルがあったりして<ー>生きていくのが大変だってなるとみんな協力してですね<ー>あのそれを解決するために一生懸命考えて<ー>協力してこう立ち向かうっていう感じで団結するんですけども<ー>そういう時じゃない時の方が危ないんじゃないかみたいなことをおっしゃってて<ー>あ、なるほどなと。 なるほどね、結局、人間のそういう人間関係っていうのは難しいんだな、うん、<laughs> というと感じましふい,い,、はい、いやその話は、ね、よく起こるんですけど、うん、ただ、それって別にその火星じゃなくってもそれこそ,その国際宇宙ステーションの中で暮らすのも、はいまあ、ひょっとしたら例えばじゃあ月で暮らしたりするのも他の惑星で暮らすのも、うん、みんな同じそういう、ねえー、狭いところで頑張るっていうことでは。 同じ面もあるのかなっていう気もするんですけれども、はい、なんでしょうね、その火星ならではみたいなことっていうのが、なんかあるんですかね、そうですね、あの先ほど申し上げたのまり、あのーまあ、大気が少しあるとかですね、重力が3分の1で、まあ、少ないんですけども、あるとかですね、うん、あとはあのー、自転ですね、その回ってる周期がですね、24時間半ぐらいなんですね。 火星っていうのは<ー>地球と似てるとおっしゃってまして NASA の研究者のクリストファー・マッケイさんっていう方に取材したんですけども、うん、その方はもうあのもし地球のような環境にしたい場合、うん、まあ月とかはもう無理だし金星とかは暑すぎ、うん、まあ太陽に近いんで暑すぎるんですねあそうなんですね,ねだ暑いのを冷ますのは難しいんですけど、うん、まあ寒いのを熱くするのはそんなに難しくないんで。うんうん まあそういうのいろいろ考えていると、まあまあ、いわゆる地球化テラフォーミングっていうんですけどテラフォーミングの可能性がある、まあ、唯一の天体は火星だとあ唯一なんですか、えー、その方はそう断言してましたねああじゃあ,まあそういうのがあるからみんな頑張ろうかって気にもなってるわけですねそうですね。だから火星に行ってうん、うん、なんとか過ごすっていうことを考え、まあ、げなんていうか 住むとしたら火星ぐらいしかないんじゃないかっていう考えがあるので火星を目指そうということになってるんだと思います。なるほど